ブノワ・トレルイエはフランス人のレーシングドライバー。性格は気さくで日本語をかなり上手に話す。愛称はブノワ・ベンチャン。1983年にモトクロスでレースデビュー。1990年にカートレーシングに転向し、1995年にはフランスフォーミュラルノー・エルフ、ゲン、トタルキャンパスに参戦した。 1996年、1997年には、フランスフォーミュラルノに参戦。1998年には、フランス F3 にステップアップした。2000年に訪日して全日本 F3 選手権に参戦し、2年目の2001年にシリーズチャンピオンを獲得。2002年は、母国フランスでの活動が多く、日本では全日本選手権フォーミュラ、日本や全日本 GT 選手権に、 スポット参戦する程度だったが、2003年には、星野和義率いる星野インパルと契約を結び、フォーミュラ日本と全日本 GT 選手権に、フル参戦を開始した。2006年には、自身初となる、フォーミュラ日本のタイトルを、最終戦の前のレースで獲得した。2007年のフォーミュラ日本においては、第5戦鈴鹿ラウンドで車両が2つに分断する、大クラッシュに遭い、 3週間後のスーパー GT 第5戦、菅生ラウンドを欠場した。その後、最終戦の鈴鹿ラウンドにおいても、130R で、クラッシュし惜しくもシリーズチャンピオンを逃した。2010年のルーマン24時間レースからは、同じく国内レースで活躍している、アンドレ・ロッテラーと共にアウディワークス入りを果たした。その年は、総合2位を獲得し、翌2011年は総合優勝を果たした。 以降、ルマンでは2012年と2014年にも勝利し、通算3度の総合優勝を遂げている。2012年には復活した、世界耐久選手権の初代チャンピオンの座も獲得した。世界耐久選手権にはアウディが撤退する2016年まで参戦。撤退後の2017年は、アウディファミリーの一員として、ブランパン GT やイタリア GT 選手権にアウディ系チームから参戦した。 全日本フォーミュラ3選手権フォーミュラ日本全日本 GT 選手権スーパー GT ブランパン GT シリーズ耐久カップスパフランコルシャン24時間レースインターコンチネンタルルマンカップ FIA 世界耐久選手権ルマン24時間レースありがとうございます